ました。ありがとうございます。お揃いだ、かわいい。ありがとうございます。ハートありがとう。2日間ありがとうございます。本当に楽しかったわ今日も。今日の方がね音声聞き取れなかったかもしれないけど、まあなんとか会話はできたんでいいでしょ。今から実家に帰ります。いってらっしゃい。こんばんは。ほらありがとう。そう今日黒い洋服着てるんですけど、そんなようなさ黒服着ないのかな。こちらこそ久しぶりねって嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうね。音波ありがとう。パラもありがとう。なんかさなんか黒服着るの意外ですねっていっぱい言われた。そんな気のイメージあったんかな。なんかね今日めっちゃ笑ってる写真撮ったけどなんか送れないのが残念やわ。楽しかったですよ今日も。ハートありがとう。そうリボンねどっかやっちゃって、今どっかやったんだっけ、どこやったんだろうリボンね。弟子は写真が届かないの。ハートありがとう。いやでも困ってて、でももう一つ送ったからさ届いたと思って。今日もおしゃべりできて楽しかった。ありがとうございます。嘘、このリボン可愛いですか。このリボンだよね。なんかねゴムがねゆるゆるになっちゃってめちゃめちゃもうちぎれそう。絶対いつかなくなっても。ハートありがとう。なんか最近ねそう写真よく撮るんですけど、なんかやっぱ外でも撮った方が盛れるわ。バラありがとうございます。おしゃべりしたかったね。絵のもしたかったです。嘘、後ろ姿の写真天才ですか。なんか適当に撮ったんだよね。なんかさよく見るじゃないですか後ろ姿のさ写真を。それが羨ましくてちょっと送ったよね。ほらバチバチ綺麗じゃないとか言って全然見えないじゃん。ほらめっちゃ綺麗じゃない自然光。かわいい。ありがとうございます。あれなんか送りたかった写真じゃん。見せるねこれだよ。あーまこれです。画質悪いわやっぱ。いいねありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。それな。いいよね。そう海綺麗だったのめちゃめちゃ。ほらちょっときみちゃん、キミちゃんの写真なんだけど顔見せていいかわかんないから半分にした。めっちゃ綺麗だった。映えてんの。かわいい。ありがとう。マジ自然光一番盛れると思った今日この頃。嘘、君のインスタ載ってた。そうみんなで撮ったんです。めっちゃ映えてるねって話をしてて天気いいね。あ本当だ君のインスタ載ってるっぽい。
バラありがとうございます。でね、昨日も割ともらったんですよ、外の自然光。やっぱ自然光ありがてえ、ありがてえ自然光だわ。ほら自然光最強、嬉しい。これで、ね、たくさん取りだめしたから、たくさん怒ろう。みんな髪飾りしてる？本当？みんなしてた？なんかえなはさ、いつもするんだよね、髪飾りが好き、するのが好き。そうね、しばらくこの写真送るよ、絶対。で、写真数なくなったらすぐ送っちゃう、そういうの。元はね、そこまで良くないんですよ。そう、でも最近ハートありがとう。その服は涼しいですよ、ハートありがとうね。写真のストックね、ないのよそれが。いや、なんかさ、やっぱりさ、握手会の時とかってめちゃめちゃ撮るわけよ、写真を。だから最近ないじゃん、なんか撮りだめはしないからさ、もうその日に撮ってみたいな感じ。実際見たけどめっちゃ可愛い、ありがとうございます、それは嬉しい。そうだよ、みんなで撮り合いっこする。今日は悩んのも撮った、大体のは君江と一緒に撮る。君江がいない日は誰かに撮ってもらうけど、似てる、かわいい、やったね、ありがとうございます。何の話してた？絵見たいって、めっちゃ見たいって言われてるけど。え、何した？花束ありがとう。そう、ユーライク使ってます。なんか一昨日ぐらいにさ、ユーライクがぶっ壊れちゃって、なんか使わなくなってさ、自撮りできなかったんだよね。バラありがとうございます。何、あおみさんに写真送るシリーズ、あおみさんに送る写真シリーズも使いましょう。あれ、それその話してた、君。そう、全然覚えてない、昨日も送ったよ。そしたらあのさ、やつだよね、あおみに変顔みたいなやつ送るってやつだよね。そうそうそう、毎日送ってる最近。今日もいっぱい送ったよ、きみちゃんの自己画シリーズみたいなやつだよね。昨日はしてたっけ、あ、昨日してたか、そうだそうだ。そう、なんかきみちゃんの自己画の写真とか、ヘラの変な写真とかを青海に送るんですよ、私たちは謎に。で、青海がそういう写真をいっぱい持ってるんですけど、毎日自己画は1枚撮れるわけ。これを毎日毎日送ってます、青海に。だから多分青海の携帯には私たちの変な写真ばっかある。いや、もまめには送れんよ、さすがに送らん。それはうちらが元気になるための、笑顔になるためにあげる、あおみにプレゼントをするっていう。あおみはそれを集めてどうなるかは分かんないんだけど、本当におもろい写真ばっか。いや、でも割と君の変な写真を持ってる人だから、
マジで面白い、そういう写真なんかね、一生の紙プレゼントしたよ今日も。そう、その君の全身写真の写真もめっちゃおもろい顔してて、だから顔隠してたんだと思う。そう、みんなメンバーになったらできますねこれは。そう、いろんな写真あるよこの中には。多分ね、送ってない写真が大半あるね。だってさ、1万ぐらい写真あんの。1万4000あるけどさ、絶対さ送ってる枚数さ絶対少ないよね。1000枚ぐらいじゃない？そんな送ってないか。そう、いらない写真消したいんだけどさ、なんかさパソコンにさ取り入れてっていうのがめちゃめちゃ時間かかるらしくて、パパがなんかやってくれてたんだけど、んー、どれ送ったか分かるようにしてないよね。もうどれは送ったか忘れちゃうけど、まあいいかと思って送っちゃうけど。そう、まあいいやと思って送ってしまうんですよ最近。だから何枚も同じの届いたらごめんマジ。ダメな、それをな永遠にやっちゃう人のタイプの人だからさ、許してほしい。充電器の調子悪すぎ。消してないよ今日。写真消してない、だから写真がたまりにたまりまくってる。そうそうそう、基本新しく撮るんですよそのメール送る前に。だいたい1万撮りなの写真自撮り。本当にこういうこと言わない方がいいと思うんだけど、本当はね、あの一発撮りの写真ばっか送ってる多分。そういうのは自撮り1枚だけ。ハートありがとうございます。そう、こうやって一枚顔決めて撮って確認して、あ、これは送れねえ顔だなって思ったらやめるけど、取って出しじろりしてるよ。でもね、一発で決まるのなかなかないけどね。今日のってさっきも5枚撮ってる。1,2,3,4,5 でも漏れてないっすね。見てこれ、今日君が撮ってくれた。なんか君的にこれ漏れてるらしい。でも思いっきり撮るのうまいやん。それでも送らない写真がたまるのはもうそれはしょうがない。消さない人だからやな、めんどくさいから。消すのめんどくさいって思っちゃう。それな、マジやめた方がいいよねこういうの。こういうとこで撮っちゃうから。普通に車の前とか、そう、背景白いところを探したいんだけどさ。可愛いって、ありがとう、嬉しい。花束ありがとうございます。なんか最近いっぱい可愛いって言ってもらえるからな、嬉しいわ。そうよ、そうそうなのよ。そう、握手会でも最近めっちゃ可愛くなりましたねっていっぱい言われた今回。嬉しいわ、ありがとう、みんな褒めてくれて。そんな顔変わってないのに。メイク変えたからなのかな。可愛すぎて辛いの。あらあら、それは嬉しいわ。
対メイク変えたからだよね。なんかえな最近二重幅がバグってなんか広くなってからだと思う。めっちゃ目に入った。そうなんですよ、なんか花粉で二重幅がバグりバグりまくって、どっか行ったって時にめっちゃこの二重幅に広がったのよ。でなんかこっちは知らん間にでかくなってた。ねえ、なんかこんな目じゃなかったよね。なんか花粉ありがとうって感じ。なんかもうそしたら二重幅を調子よくしてくれてありがとう。そう、調子が良くて花粉に感謝です。そうね、昨日今日は花粉すごくない？なんか最近毎日鼻詰まってて、なんつってね、鼻詰まってるっていうか、なんかもう一年中だからもうなんかもう別に何も思わなくなっちゃったんだけど、そうね、偶然の奇跡ですこれは。いやなんか本当にこっちの二重幅をアイプチで広げたいなって思ってたのよのは。でママにやめろやめろって止められてたんだけど、まあ、なんか花粉のおかげで開けていただいてありがとうって感じです。そのようにめちゃめちゃね、二重幅をね変えるのはやめなさいって言われてたの。そしたら勝手に変わってくれた。顔はエナのことを信じてくれたのかな。今日あとあれですよ、涙袋ちゃんと書いた。いやなんかさ、いつもさそこまで涙袋書く人じゃないの。わかるかな言いたいこと。なんかめちゃめちゃさ今日さボコってなってるじゃん。まあこれが加工だよね。涙袋の加工を今日はした。昨日はしてない。ブラボーありがとう、バラありがとうございます。書きまくったよね今日。なんか今日朝、じゃ昨日じゃない、なんか今日朝6時に起きる予定だったんだよな普通に。そしたら6時半に起きちゃって時間ないやばいと思って焦ってたんだけど、めちゃめちゃ余裕あったから涙袋ちゃんと書いた。ねえ涙袋ってめっちゃ印象違いますよね。思う。それかわいい、ありがとう。そう、昨日なんで6時に起きたんだろうって思って、逆に6時に起きてさ、なんでさそんな時間なかったんやろ自分って思って、何してたんだろう本当に。寝ぼけてたんかな、それか二度寝したんだけど記憶にないか、なんでやろな本当に。自分時間の使い方やっぱおかしいと思う。めっちゃ思う最近。なんか本当にベッタでぼっつする時間とか、ね、記憶飛んでんのそういう時間ってな。なんでやろなやっぱ。いいな、えのもなんか久しぶりにこんな早起きする土日を迎えたよ。なんかいつも9時とか10時に起きてたんだけどさ、珍しい。半分寝てんのかな。確かにそれは幸せな時間だよ。私今日はたくさん寝たわ自分。いいと思う、たくさん寝て幸せや。びくびっくり。明日からねまたねレッスンが始まるんで頑張らなきゃ。
青が見てください。水曜日ですよ皆さん。水曜日。そう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 、見ますっていう方もね、握手会にね、握手会オンライントーク会に来てくれてありがたきって感じ。ファイトありがとうございます、うん、そういうのはカメラレッスンを頑張るよってみんなに誓ったから今日そうカメラレッスンを頑張るんで皆さん見てくださいね。えめちゃめちゃ早いよね、なんかもうなんかいろいろ早い。水曜日は青がで、来週の月から水木だっけ、そんな長くない、来週じゃないか、来週か、火水木金だっけがあれですよね、なんだっけ、なんだっけあれ、あ、そう、ズーム劇見てください。嘘、さっき CM やってたの、いいな、えのも見たい、 CM やってるんや、見たいな、見たいな、えのも嘘、みんな見てんじゃん、なんか、なんでなんで、アイスありがとうございます、どういうこと、なんかみんなになんか引きの話だねみたいな、なに、私そんな引きの写真だったの私そんな人だけ引かれてた、調べたら出てくるかな、あ、でも見たって言ってるよ、ね、超気になるんだけど、ちょっとさ頑張ってみよう、あ、待って、見たかもしれない写真、あのあれだよね、普通にさネットに載ってるやつだよね、写真、あのティアラやってハッピーバースデーやってるやつだよね、それはわかるわ、それは見たかもしれない写真、あ、それだよね、なんか一人だけめっちゃハッピーガールみたいな感じじゃなかったあれ、面白い、何の写真なんだろうねあれ、この前のやつなんかな、じゃあな、飾り付けを見せたくてさ引きにしてたんだよね、ちょっと、リンリリンリンリリン、なるほどなるほど、前回のやつだハッピーガール間違ってないっしょ、マジハッピーガール感えぐい、目がかゆい、なんかピン止めてみる、やっぱ違うわ、そうピン止め買いました、新しい、なんか可愛かったから買っちゃったんだけどさ、つける場所ないんだよね、まだ一回もつけたことない、こういうピン無限に買っちゃう、もう本当にやめた方がいいと思う、アクセサリーを買おうとするくせ、
そう、なんか学校で前髪が邪魔なんですよな。だからさ、前髪止めてんのよこれで。それな、学校前髪マジ邪魔だなと思って、そう前髪上げて止めてて、ずっとヒュッて止めちゃう。かわいい、ありがとうございます。なんかさ、学校って別にさ眉毛はさ気にしないじゃんか、そこまで。だからあげてる。いや確かにアクセサリーはマジ困らん。そう、わかる。アクセサリーってさ困らんしさ、選びやすいよね。めっちゃわかるその気持ち。なんかさ、人に何あげてもさ喜ぶよね、アクセサリー。なんかさ、アクセサリーってさもらったらつけようって思うじゃん、ちゃんと。だからいいと思う。なんかえなもさ、いただくこと多いからさ、ちゃんとつけようと思う意識があるよね。あらあら、えなに探してくれるんですか、そんなアクセサリーを。ネックレスつけてますよ今も。でもなんかさ合わなくて、今日の服にずっと隠してんのここに見えてる人は見えてるやつ。ネックレスすごい好きだけど買おうと思ってやめちゃう人わかんなくない。でもネックレスつけてますみたいな、そう隠してんの今日頑張って。ブレスレットとかしないね。ブレスレットじゃなくてさ、あれゴムダッサ、髪の毛のゴムブレスレットだと思ってつけちゃうから。確かに今日イヤリングしてないわ。じゃあ今日リボンしてたからしてなかった。ヘアゴムをアクセサリーだと思って使います。指輪してるよ。いやなんかマジ最近ということでが早いマジということで、全然筋アレじゃないんですよ。手首だけ金属アレルギー。でも絶対、いやわかんないんだけど、手首だけ時計つけるとめっちゃ荒れるんですよ。いやわかんないんだけど、ということで終わりました。またね、明日から平日ということで頑張りたいと思います。皆さん水曜日は青がなのでお楽しみにしていてください。バイバーイ。